幸せはすぐそこにある。風がいい匂いだったり、知らない犬と仲良くなったり、素敵な曲と出会ったり、干したての布団が気持ちよかったり、同じところで笑ったり、同じところで悔しがったり、誰かの寝言を聞いたり、夫婦でゆっくり散歩したり、帰り道の夕日が綺麗だったり、マックの照り焼きが今日も美味しかったり、大変なこともたくさんあるけれど、幸せはそこにあると思う。今日も